グレンが見てますね。きっとかっこよく登場してくれるのかな。マコフェアさんいらっしゃい。一ゲットありがとう。カー君いらっしゃい。鬼村さんいらっしゃい。木戸さんいらっしゃい。タスケさんいらっしゃい。5000万追加して、2億5000万を鬼塚を要求してるのか。係長いらっしゃい。遠山が裏切りそうだね。顔がまだ分かってない。のりとぺさんいらっしゃい。物欲さんいらっしゃい。ビンビン丸さんいらっしゃい。じっこめさんいらっしゃい。今日クリアるかな。この次があるからね。この次はもう来週に回します。あっちゃんいらっしゃい。ゴーストさんいらっしゃい。狂犬の俺が聞いたよ。じゃがさんいらっしゃい。携帯放置だね。まさきさんいらっしゃい。クリア後にボスラッシュがある。交渉ラッシュ。今までの必要経費だ。あ、迫田が出てきた。お前誰だ。こっちに来い。おい遠山、お前も来い。あれグレンさん、誰だお前は。鬼塚、お前の知り合いか。知らないな、こんなやつ。こんなところで何をしてる。銃口を向けないでくれ。落ち着いて話ができない。銃は取り上げたか。ええ、この通り。カン、この野郎、待て迫田。おいお前どういうつもりな。銃をしまえ。しまわなければボン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 ベを撃つ。撃つなら撃ってみろ。中は空だ。バカ野郎。おもろさこた言っちゃった。ペラペラ喋るな、このおしゃべり野郎。名村田坂、そいつを抑えろ。おいさこた、銃を渡せ。お前がやるんだ鬼塚。本気で裏切るならできるだろう。へえ。できました。片桐さん、全部聞き取れたか。楽勝です。起こしたテキストをみんなに転送します。聞かせてくれ鬼塚、我々の逃走計画を。いいだろう、よく聞いてくれ。ヘリを正面に下ろす。人質を盾にしてヘリまで進む。ヘリに乗ったらあとは行き先を告げるだけだ。どこに行く。まだ喋れないな。お前を完全に信用したわけじゃない。まあいいさ、行き先はお前に任せるよ。それじゃダメだ。パイロットが行き先を教えたらどこにも逃げられない。GPS があればどこにいても警察にバレる。それなら大丈夫だ。パイロットを指名する。ユギって男だ。ヘリのことならユギが一番よく知っている。あいつのやり方なら絶対に失敗しない。ここでユギさんが出てくるの？ GPS を切断して一度雲の上まで上昇するんだ。それから降下すればどこに逃げても追跡はできない。そんな方法で本当に逃げられるのか。大丈夫だ、あいつを抱き込めばどこだって行ける。ただし5000万追加だ。買収するなら金がいる。結構商売人だな。必要経費だ。中村くん、どう思う。ユギって名前が気になります。どうして鬼塚はユギって名前を出したのか。ん、神崎ちゃんがひらめいた。ジョナさんいらっしゃい。言霊ロゼさん、サクさん、ラクタさん、ヒデさん、トールさん、ウィンドさんいらっしゃい。おやすみなさい。さすが嫁。そうそう、あのポンコツ交渉人ですね。私わかった。鬼塚さんはサービスエリアのことを言ってるのよ。どういうことだ。だってほら、ヘリのことならユギが一番よく知っている。あいつのやり方なら絶対に失敗しない。ユギの作戦覚えてる？あの時ユギは催涙ガスを仕込んだヘリで犯人を確保しようとしてた。そうか、同じことをしようとしてるのか。そうよ、きっと鬼塚さんは催涙ガスを仕込めて言いたかったんだわ。神崎さんすごい。そうだな、神崎の言う通りだ。ユギの名前を出すならそれしか考えられない。よし、ヘリと催涙弾は俺が手配する。さあ撃て鬼塚。
お前が仲間だと俺に信じさせてくれ。あ、これあれか、胸板入れてるからかな。あ、こういらっしゃい。誰だか知らないがこんなところに出てくるなんてバカなやつだ。あ、防弾チョッキのこと。防弾チョッキ、はい、ゼロ化です。え、はい、わかりました。ちょっと待ってください。どうした？滋賀県警です。後藤が自首しました。長官の孫は県警で保護したそうです。洗濯いたくない。どうしますか？一度来てくれ。後でかけ直す。すみません。後で折り返します。どうしてです？すぐに呼んだ方がいいじゃないですか。これから紅林たちは逃走用のヘリを呼ぶ。現場はかなり混乱するだろう。そんな場所に小さな子を呼びたくない。でも官房長官が納得しなければ、長官だって孫娘を巻き込みたくないはずだ。ごめんね。ごめんね、変なこと言って。ダメガネさんいらっしゃい。高梨県警に電話して証拠写真を撮るように頼んでくれ。はい。神崎、鬼塚に電話だ。孫娘を保護したと伝えてくれ。それから証拠写真のことも。わかりました。ああ、わかった。写真の件は本人に直接聞いてみる。ヘリの件は頼む。わかりました。準備しておきます。そうか、それはよかった。ああ、それからこっちには伸びコック剤がある。下手に抵抗すると人質が全員死ぬ。狙撃や強行突破は考えない方がいい。わかったな。はい、わかってます。催涙弾のタイミングを教えてください。離陸する前ですか？タイミングは俺が指示する。俺も一緒にヘリに乗り込む。パイロットに伝えます。噴射の合図は鬼塚さんが出すと伝えていいんですね。ああ、そうだ、また連絡する。ヘリの準備を急いでくれ。うまく伝えたな。よし、次はダイヤだ。綿貫さん、よく聞いてください。孫娘のゆかりさんは警察に保護されました。それは本当か？ええ、本当です。ただここにゆかりさんを連れてくるのは危険だ。県警で撮影した写真がこの携帯に届きます。それで納得してもらえませんか？構わない。ゆかりが無事ならそれでいい。これでいいか、紅林？ああ、金庫が開くなら俺はどうでもいい。ここはアナザーでも見ましたね。ヘリで逃げるなら正面で待機した方がいいな。 B3 には監視カメラがない。ここにいても無駄だ。ああ、その通りだ。獅子戸の部隊にも前に回るように指示してくれ。わかった。グレンから何か連絡は？いや、何もない。そうか、わかった。じゃあ頼む。片桐さん、写真が届きました。鬼塚さんの携帯に転送します。写真が届いたよ。ほら、これだ。ああ、確かに間違いない。あ、顔が出ましたね。遠山、それから名村と田坂、一緒に来るんだ。いよいよダイヤとご対面だ。残りの連中は、しっかりここで見張れ。迫田、いいな。はい。鬼塚君、君も来てくれ。ピクン。なんだその顔は。あ、さあいらっしゃい。うん、サコチ背高いね。ここで遠山が裏切るのかな。テルシャ完了、完了。いいんかった。やっと開いたな。さあ出してこい。分かってる、急かすな。まだ被ってるのは、どっちかだわ。遠山か、戸畑。ああ、9カラット結構でかいわ。確かに。感謝するよ、綿貫さん。ダイヤを盗んでどうする？金に換えるか？あ、バカな。このダイヤの価値はあんたが一番よく知ってるはずだ。エデンボリに届けるのさ。エデンボリが何を企んでるか知ってるのか？
もちろん知ってるよ。このダイヤを渡せば莫大な金が転がり込む。即金で50億。所詮金目当てか。俺を見くびるなよ。他に理由があるのか。その手には乗らないよ。俺がペラペラ喋ると思ってるのか。ぜひ聞きたいね。冗談はやめてくれ。さあ行こう、水塚君。君には人質になってもらう。長官は？長官は連れていく。約束が違う。約束した覚えはない。綿貫さんは万が一の保険だよ。田坂と名村、お前らも一緒に乗れ。はい、わかりました。遠山、お前は残るんだ。わかってるな。はい。遠山が、かぶってるの遠山くんだね。戸畑、いくら積んだ？4億です。もっと積みますか？いや、それでいい。あとは頼んだぞ。はい。暖炉に隠しとけなんて栗林さんも甘いな。俺を信用する方が悪いんだ。このダイヤは俺のもんだ。かん、悪いな。俺もそのダイヤが必要なんだ。クレーンが通った。話は聞いてるか？ここ。もっと大きくうなずきながら聞いてくれ。いいな。ここ。そうだ、その調子だ。あんたの名前はユギ。それは聞いてるな。ここ。いいか、よく聞け。GPS を切断。その後5000まで上昇してくれ。目的地の手前で回転数を落とす。故障だと偽って空き地に着陸する。いいな。ここ。チャンスは一度。着陸の瞬間に例のやつを使う。わかったな。ここ。めっちゃけなげ。もう一度うなずいてから指を一本立ててくれ。中指やったらどうしようかと思った。話はまとまったか？基本的には。だが5000じゃ足りないと言ってる。5000ずつ2人で1本だ。話が違うじゃないか、水川。長官を乗せるなんて話が違うじゃないか、紅林。まあいい、確かにお互い様だ。ユギ君は金に汚いんだな。あ、そっか、このパイロットを買収したことにしてるからか。ロクちゃんいなさい。その通りだ。いいだろ、プラス5000万。きっちり3本払ってやる。悪いな。さっきから何の話をしてるんだ。もうすぐ殴る。紅林、どこに向かって飛ぶ？紅林に金汚いとか言われたくない。うん。どこまで飛べる？燃料は十分にある。日本全国どこへでも行ける。淡路島だ。フラワーランドのそばに俺が買い取った牧場がある。まずそこを目指せ。なるほど、考えたな。牧場ならヘリを隠すガレージもある。そういうこと。頭は生きてるうちに使わなきゃな、お水子くん。グレンだ。ダイヤは確保した。どこにいる？ホールの東側の部屋だ。犯人を一人確保。いいか、よく聞いてくれ。ノビコック剤は偽物だ。ボンベの中は空だ。突入を指示してくれ、早く。よし、わかった。戦ってる。一人逃げた。剣文字で止めろ。無線で連絡するんだ。サコッチが逃げた。ざまあ見ろ。お前らに捕まるほど俺はバカじゃねえ。危ねえな、バカ野郎。殺すぞ。あ、ヒロトさん。まあ、サコッチは運が悪いな。この武器、早くどけ。近藤組の迫田だな。誰だお前。はあ、バカみたいに簡単な仕事だな。ああ、迫田こっち死んじゃった。鬼塚です。うまくいったか？全員確保、長官も無事です。全て片付きました。ただ長官もかなり催涙ガスを吸ってるんで救急車を手配しました。
ご苦労さん。そうだ、ダイヤは？紅林たちは持ってません。グレンが見つけてくれたよ。やつら銀行の中に隠そうとしてたらしい。そうか、それはよかった。今どこにいる？フラワーランド。フラワーランド？淡路島です。片桐さん、これが例のダイヤです。助かったよ。君がいなければ事件を解決できなかった。私の事情聴取は必要ですか？落ち着いてからでいい。明日連絡するよ。じゃあお先に。あ、東京で会おう。片桐さん、グレンは？ちょうど今帰ったよ。これを置いてな。これがアフリカの涙？こんなに大きいんだ。どうだ、本物を見た感想は？猫ごばしたい気持ちになります。勘弁してくれ冗談ですよ、片桐さん。冗談でもよしてくれ、もうたくさんだ。今夜こそ自宅のベッドで眠りたい。終わりました。あー、やっと行けたね。神崎ちゃん可愛いですね。うん、淡路島めっちゃ近所ですねフラワーランドは行ったことがない。さあ、これが本物になっているのか、はてやすり替えられているのか、そこですよね。ありがとうございます。皆さんもお疲れ様でした。わー、快感。グッド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 。すり替えておいたのさ。来ちゃうかな。残り何分？13分。ちょっと見ちゃう？見ちゃうか。行ってみましょうかね。カウンシルルームです。先っちょだけ見よう。うん、ちょっとだけね。イミテーション？そうだ。あー、偽物だわ。もともと偽のダイヤだったという可能性は？その可能性ある。だが一緒に押収した鑑定書は本物だった。誰かがすり替えた。綿貫官房長官は電話で聞いたが、ダイヤのことなんか知らないと言っていた。話をしよう。みんな円卓に集合してくれ。そうですね、ついに、新しい新章に入ります。クリアに向け頑張りましょう。この事件には裏がある。それは間違いありません。誰かが偽物を用意してすり替えた。計画的な犯行です。問題は誰がすり替えたかだ。紅林がやったのかな。もちろんその可能性はある。だがそれだけじゃない。近藤組の紅林だけがダイヤを狙っているとは考えにくい。そうだな、皆川組が絡んでる可能性もある。それじゃあバスジャックの一件も？無関係とは言えないな。単純に考えるとね、あの人しかいないんだけれども、銃の密売とあのダイヤがどう絡んでいるのかまだわからない。もう一度全ての事件を洗い直してみよう。まず吉岡の事件だ。ストーカーのエピソード1になります。裏で糸を引いていたオーナーの鈴木を逮捕した。結果として吉岡の口からマカロフの入手ルートも聞き出せた。交渉でつないだ信頼関係が役に立ったということだ。この件は解決したと考えていいだろう。コンビニの話はね、関係ないかもしれない。最後の事件はどうでしょう。野村の件は残念でした。早く気づいてやればと今でも後悔しています。エピソード2の分ですね。野村がちょっと死んでしまうんですけれども、でも結末はどうであれ佐山たちは確保しました。組長の皆川も逮捕しました。解決したと考えていいと思います。ちらバスジャック事件ね。犯人が次々に変わるから気が休まる暇がなかった。黒幕が小原ってのも意外ね。鬼塚さんが気づかなかったら逃げられてたかもしれない。でももう裏はないでしょ。事件は解決しました。
そして名古屋の銀行襲撃事件、グレンと鬼塚の活躍で紅林たちの犯行を阻止した。犠牲者はゼロではないが、最小限に食い止めたと言えるだろう。支配人が殺されましたね、一人。この事件は一応片付いたと考えていい。もちろんダイヤの件は別だ。我々ができることは全てやった。これまでの流れから導き出される答えは一つ。アフリカの涙を盗んだ犯人はグレンだ。発端はマカルフ。それが皆川組の内紛に、そしてバスジャック事件、近藤組による銀行襲撃、全て一本の線でつながってたのか。そうです。グレンは銃の密売を摘発するために動いてると勝手に思い込んでた。グレンに協力すれば密売に関わる奴らを挙げられると思った。だがそれは勝手な思い込みだった。グレンの狙いは別にあった。残念ながらそういうことだ。グレンが初めからアフリカの涙を狙ってたとしたら、グレンの奇妙な態度もそう考えれば納得できる。でもどうして？理由はわからない。だがグレンならできた。グレンならダイヤをすり替えることができたはずだ。どうするつもり？直接本人に確認する。中川さん、今日は早いっすね。待ってください、動きがありました。もうちょっと取らせてください。探偵さん、犠牲者が出ちゃった。エピソード5、すべては過去。音鳴らなかったね。中村さんは無事だよね。いないみたいね。携帯は？ダメだ。どこ行ったのかな？問題はそこです。びっくりした。失礼しました。驚かせるつもりは毛頭ございませんでした。グレンから連絡は？ありました。いつ？つい先ほど、1時間前に。しばらく留守にするからキリンの世話をしてくれとおっしゃってました。キリンの世話？そう。これは何と言いますか。一つの言葉のあや。グレン様、一流のジョーク、カ・インド・オブ・ジョークでございましょう。グレンはどこに行った？残念ながらそこまで。いつ帰るの？残念ながらそれも。しばらく帰れないとはおっしゃってました。しばらくってどれくらい？質問攻めにされると、当惑を隠せません。知っていることしか答えられませんとしか言いようがございません。他には何か聞いてないか？特別なことは。ああ、そうです。合鍵の隠し場所を教えていただきました。工房を自由に使っていいとおっしゃってました。そうか、わかった。グレンから連絡があったら、鬼塚が探していたと伝えてくれ。お、安いご用でございます。ゼロさんいらっしゃい。お、久々ケンジ。あれ、鬼塚さん久しぶりですね。お疲れのようですね。何にします？ラムをロックで。いつもの銘柄でいいですか？ああ、それでいい。私はジンジャーエールを。わかりました。疲れてるのに大丈夫？2、3日まともに寝てないんでしょ？仮眠は取ってる。早くベッドに入った方がいいわ。一杯飲んだら帰りましょう。眠れそうにない。無理に寝るのよ。嫌な予感がする。嫌な予感？はい、鬼塚です。片桐だ。どうしました？殺しだ。六本木の旅館、キサラギだ。場所は知ってるな。はい。すぐ行きます。当たっちゃったね。殺されたのは田中慎吾。年齢は33。回収早すぎんよ。勤務先は中川探偵事務所。夜食を届けに来た旅館の従業員が9時に発見して通報。鬼塚、心当たりがあるな。ええ、あります。外の建物がエデンボリの画廊です。
中川さんに頼んで人の出入りを調べてもらってました。中川さん？中川義和。吉岡の事件の時に証言してくれたあの中川さん？ああそうだ。その中川、義和も行方不明になった。あー、巻き込んじゃったかな。事務所は空っぽ、中はかなり荒らされてたらしい。誰かに連れ去られたんでしょうか。可能性はある。鬼塚、中川さんから何か連絡は？いえ、携帯に電話してますが全く出ません。被害者のポケットにお前の名刺が入っていた。おかげで厄介なことになってる。どうしてですか？理由は俺が説明してやる。おい鬼塚、お前がやったんだろ。バカなこと言わないで。お前しかいないんだよ鬼塚。会社はお前の名刺を持ってた。中川って探偵はどこかに消えたから証言が取れない。さあ行こう。ゆっくり話を聞かせてもらおうか。任意の同行か。重要参考人だ。捕まっちゃった。出ました、クジラ崎さん。クジラ越さんだってば。クジラ園さん。なあ鬼塚、今までお前には辛く当たってきた。厳しいことも言った。だがそれはお前の実力を認めていたからこそだ。それは新しいジョークか。鬼塚、素直になれ。仲間として助言しておく。逮捕状が出る前に自白した方がいい。逮捕状？は、面白い話だ。重要参考人ってのは容疑者のことだ。それくらい知ってんだろ。聞き捨てならないな。録音してるなら今の発言は削除した方がいい。仲間として助言しておく。鬼塚、この野郎。下手に出てれば突き上がりやがって。令状が出て送検された時点でお前はクビだ。ゼロかなんてお取り潰しだよ。脅迫してるつもりか。この野郎。クジラ岡君、暴力はいかん。あ、はい、失礼しました。警視正。こんな真夜中にご苦労なことだな。本当に迷惑な話だ。お互いに無駄なことはやめよう。眠いんだ、眠らせてくれ。眠りたかったら早く吐くんだな。そのセリフ本気で言ってるのか。もちろん本気だ。クジラ岡君、ご苦労。あとは任せてくれ。尋問開始。鬼塚の自白を引き出せ。さあ鬼塚、始めようか。絶対無理でしょ。じゃあ今日はここまでにしましょうかね。びっくりしたわ。ちょっと続き。無理ゲーだわ、小山田さんには。あー、なんとかなりましたね。時間を置きまして、ですので、来週からさらに続きをまたやっていきたいと思います。長々とありがとうございました。回収。こんな展開ありえないが面白い。グレンはさ、なんか誰か探してるって言ってたよね。名前忘れちゃったけど、一人ね、名前を出したんですよ。誰を探してるんだっていう。その人の関係も出てくるかもしれないですね。いや、エデンボリじゃなくて、もう一人。クジラさん？小山田さわらさん。あ、なんかそういう名前だったかな。イワンコフ。じゃあ、今日これでラスアークにしたいと思います。皆さん、ラスアークまでありがとうございました。明日は夜10時から、RPG 推薦抽選会になってますので、お時間ある方は遊びに来ていただけると嬉しいです。では、お疲れ様です。